どうも、皆さん、今回はランマ2分の1についてだよ。いや、私、昨日腰抜かしましたよ。びっくりしたよね。ランマ2分の1のリメイク自体は前から出てた情報だし、そうなんだくらいだったんだけどさ。まさか、キャストがほぼそのままとはな。メインキャラのキャストが昨日発表されてたんだけど、ほぼほぼオリジナルキャストのままっていうのは、ちょっと衝撃的だったよ。ランマ2分の1自体が40年近く前のアニメなのに、今も現役の声優さんが起用されるとは思いませんでしたよね。原作者が同じうるせえ奴らの場合は、キャストの変更も多かったし、さすがに、30年や40年くらい前のアニメが同じキャストで現代に蘇ることはほぼないっていうのは、みんな予想してたと思うんだ。ルローニケンシンでさえそうやったもんな。シャーマンキングの場合は主人公以外はほとんどオリキャスのままだったりしましたけど。大の大冒険とかもキャスト変更されてたし、スラムダンクとかも変更されてた。昭和や平成、20年や30年くらいの月日が経つアニメはキャスト変更は当たり前だし、しょうがないことでもあるんだ。キャラの問題とかありますもんね。特に今回は大ベテランといえる声優さんばっかりだからね。早乙女ランマを山口勝平さん、女ランマを林原めぐみさんってだけでもうすごいのに、ヒロインは日高のり子さんやし、高山みなみさんや江上菊子さんも出てますし、当時は新人さんだったからこそのキャストだったと思うんだけど、まさか令和の時代のこのキャストのアニメを拝めるとはちょっと思っても見なかったね。新作のアニメやけど、日野聡さんと釘宮理恵さんが主人公とヒロインを務めるアニメがあったりもしましたけど、それ以上の衝撃やな。やっぱり旧アニメのキャストの印象が強いから、新アニメとかだとその印象の変化もあって、旧アニメのファンは新アニメは受け付けないとかいう人も多いんだよね。まあ仕方ないこととはいえ、イメージの問題はありますからね。その問題をとりあえずクリアしたってのは相当大きいと思うよ。制作はマッパやし、いろいろと気になるところやな。あの時代に TS 要素っていう早すぎる要素が盛り込まれてた作品やし、それが現代でどの程度通じるか。最近うるせえ奴らもそうだけど、リメイクって増えてるよね。なんでなん？これ前も何かの動画でやったと思うんだけど、いろいろと要因はあるんだ。大きく分けると3つ。ほう。まず企画会議を通しやすい。当時うるせえ奴らやランマ2分の1を見てた子供が大人になってそれなりの地位を得た。だからこそそういうお金を持った大人たちに提案する作品として、昔やったらアニメのリメイクというの流行りやすいんだ。なるほど、お金を出してもらうスポンサーが好きそうな作品ってことやな。原作が何百万部売れてるヒット作ですとか、この有名な作品の監督が手掛けるオリジナルアニメですとか、売り文句はいろいろあるんだけど、あのうるせえやつらをリメイク、あのランマ2分の1をリメイクっていうのは売り文句の一つなんだろうね。当時の子供が大人になったからこそ何やろうな。30年後くらいには今やってるアニメのリメイクとかも当たり前にあるんやろうな。まああと若い子よりも大人の方がお金持ってるからね。世知辛いお財布事情やお金持ってない若い子向きよりも、お金持っとる大人向きの方が稼げる部分はあるかもしれへんな。あとは放送当時と今の場合だと時代が違うからこそ、完結まできちんと描けるっていうのもあると思うんだ。ああ、大の大冒険とかまさにそうやな。昭和平成の時代は原作に追いつくから、テレビアニメオリジナル展開になったり、中には視聴率の問題で打ち切りになることも多かった。そういう作品をきちんと原作の最後までアニメ化しましょうっていうのも意味としてはあると思うんだ。ブリーチとかリメイクじゃないですけど、今まさに完結までアニメで描こうとしとるもんな。ランマ2分の1のアニメと漫画じゃ最終回が違うし、今回は原作通りにやるのかってのも気になるところだね。配信はネットフリックスみたいやし、最終話まで原作通りにやるとかなったらちょっと気になりますね。あとこれ昔の作品ほどありがちなんだけど、権利関係が複雑になってる部分もあるみたいなんだよね。どういうこと？例えばランマ2分の1の場合は、原作はもちろん高橋留美子さんなんだけど、例えばランマ2分の1のパチンコを作りたいってなった時に、安易にアニメの映像を使えないんだよ。アニメはアニメでまた権利が違ってくるんか。制作委員会制度とか取ってると複雑になってくるんだよね。実際ランマ2分の1はパチンコ化されてるんだけど、あくまでこれは漫画版のパチンコで声優も違ったりしたんだ。わ、なんかそこら辺の複雑な事情もあるんか。パチンコ化自体は3回もされてるんだけど、アニメ版キャストが起用されたのは2021年のものなんだ。そういう権利関係が複雑な作品をリメイクすることで、きちんと権利関係をすっきりとさせてパチンコ化とかしやすくなる大人の事情もあるんじゃないかな。ちょっと下水大人の事情やな。でも最近リメイクされる作品って大抵はパチンコ化されてるような。ただリメイクアニメは放送前の期待感はすごいんだけど、結構空気になる作品も多いんだよね。ああ、当時はあんなに人気だったのにってやつやな。下手したらリメイクしますって発表がピークになることもさらやな。大の大冒険とかは結構ヒットした方だとは思うんだけど、他のリメイクアニメはあんまりヒットしてない印象があるね。なんでそうなるんやろうな。これは作画の雰囲気の違いもあると思うんだ。あの頃のアニメはあの頃の雰囲気だからこそ良かった。
デジタルじゃなくセル画で描かれてたあの雰囲気、色合いが作品の雰囲気にも合ってて、リメイクされると綺麗すぎるように見える部分もあるのかもしれないね。キャストの変更だったりもあって空気感もちゃいますもんね。当然制作とか監督も変更になってるから、アニメ化する上での味付けが全然違ってくるわけやもんな。リメイクに限らず2期とかで制作会社や監督が変更されることで一気に雰囲気が変わって人気が落ちる作品もあるし、そこにキャスト変更も加わるとヒットさせるのはかなり難易度が高くなるんだろうね。ランマ2分の1はとりあえずキャストの面ではセーフやな。作画とかはどうなん？ PV を見る限り結構変化があるのは色彩の部分だと思う。原作アニメで髪の色とか結構違ってたんだけど、今回は原作よりの色彩でアニメを作ってる感じがあるんだよね。なるほど、テイストは原作に寄せた感じがあるんか。それが吉と出るか凶と出るか。あと気になるのはセクシー要素だね。ランマ2分の1の場合、放送当時はまだ色々と緩い時代だったからセクシーな表現もかなりあったんだ。あー乳首やな。さすがに配信はネットフリックスといえど、そこは描かれることは難しそうだよね。あまりにも残念すぎる。あとやっぱり放送当時はアニオリなんかも入れつつ子供が見ることを意識して制作された部分もあるんだ。地味にそこ一番影響でかそうやない？演出一つにしてもセリフ一つにしても、原作のセリフやシーンを子供が見るからってことで濁した表現にしたり別の表現に変えることもありそうやもんな。リメイクとなると当時の視聴者も意識してしまうからこそ、大人を視聴者として盛り込もうとするアニメを作ろうとした結果、当時のイメージと違うから当時の視聴者からは見放されて、新しい視聴者もそんなにゲットできずみたいなことになる部分は大きそうだよね。旧アニメの人気知名度にあやかってアニメ化するっていう流れ自体はええんやけど、それが新アニメの人気に必ずしもつながるわけではないってのは難しいところやな。でもこの勢いは止まることはなさそうなんだよ。魔法騎士レイアースも新アニメ化プロジェクトが動き出してるし、刃も同じく新アニメ化プロジェクトが動いてる。平成初期30年40年前の作品が続々とリメイクされる感じやな。これスラムダンクのヒットの影響もあるんじゃないかと思ってるんだ。ああスラムダンクの映画150億円以上の興行収入になったもんな。かつて新海誠監督の君の名はの後に青春 SF 恋愛映画が多く生まれたり、オリジナルアニメ映画が続々と制作されるようになったりしたし、大きなヒット作が生まれるとそれに続こうとする流れが生まれる。鬼滅の刃のヒット以降のジャンプアニメのヒットの数々があったりもしましたし、スラムダンクの映画の2匹目の土壌ならぬリメイクアニメでのヒットを狙おうとしてる流れはあるかもしれへんな。スラムダンクもあれだけヒットしたからこの作品のリメイクもいけますよみたいな企画会議での売り文句が聞こえてくるようだね。そういえばベルサイユのバラもリメイク映画やるみたいやもんな。もうどんどんリメイクされそうや。筋肉マンのアニメも2024年夏アニメとして放送されてるし、もうこうなると逆にどのアニメがリメイクされるのかってのを予想したくなるよね。逆にそうなりますか。悠々白書とかどう？ああ意外といい線いっとるかもしれへん。実写化も最近やってましたし、下手したらリメイクアニメの企画はすでに動いてる可能性もあるな。高橋留美子先生の作品だとメゾン一国とかもリメイクしそうだなぁとは思うんだけど、あれは時代感とかもリメイクするとなると難しそうだよね。あの時代だからこその恋愛模様ってのはありますからね。当時は原作とは違って改編されてたアニメも令和の時代に原作通りにアニメ化されたり、原作の完結まで描けなかった作品が原作の完結までアニメで描かれることもあるかもしれない。何個も作品浮かぶな。個人的にはゴーストスイーパー三上とか、あえて今の時代に蘇ることを期待したいんだけどね。ゴーストスイーパーはあの格好自体が時代を感じるものよな。ボディコンスタイルってかなり古さを感じる部分や。ジャンプ系だと家庭教師ヒットマンリボーンとか人気だったけど完結までは描かれなかったし、結構可能性はありそうなんだよね。懐かしいな。リボーン、シャーマンキングやブリーチの流れもありますし、可能性としてありえなくはないわな。今逃げ上手の若君が話題になってることだし、同じ作者の魔人探偵ローゴルネウロなんかがアニメできちんと原作通りに描かれることもあるかもしれないね。ネウロはアニオリ展開とか多すぎましたもんね。こうやって思い返すとリメイクされたら嬉しいなって思う作品はいっぱいあるんだ。思い出深い作品ばかりやし、思い出のままの方がいい部分もあるけど、もう一度いい形で見たいっていう思いはありますよね。いろいろとリメイクされそうだなって作品はあるし、この流れは止まらないだろうから、いろいろと複雑な思いはあれど楽しみにしたいところだね。今蘇る平成初期昭和のアニメ、あの頃生まれてすらいなかった子供たちがあの頃のアニメをリメイクって形で楽しめるのはいいかもしれへんな。いい加減そろそろきちんとした形で方針演技のアニメを見たいところなんだけどね。もうすでに2回もアニメ化されてますけど、1回目はアニオリがかなり多かったのはええとして、2回目は全23巻の作品を全23話でアニメにするなんてアホみたいな構成してましたね。3度目の正直仏の顔も3度まで
3回目のアニメ化、2回目のリメイクで方針演技が神アニメ、派遣アニメとしてヒットすることを私は願いたいよ。報われてほしいな。ほんま、みんなが予想するリメイクされるかもしれないアニメ、よかったらコメント欄で教えてね。ほなまた次回。